2019年5月8日、美術会千田南アートダイアリー。まだまだちょっと病み上がりで、風邪病み上がりで、ちょっと喉がガラガラなんですけど、まあお付き合いいただけたらなと思います。先日のゴールデンウィークの時に、アートの旅に行ってきたんですけれども、まあその旅の途中でちょっと見つけた場所が本当に綺麗で、結構皆さんなんか潮干狩りみたいなのしてたんですけど、遠浅で、なんかバケツを持って結構たくさん取れてるみたいでした。近くにいた女の子はずっと砂遊びというかしていて、なんかバケツの中にはたくさんヤドカリを集めてました。何より景色が良くて、途中、海の途中に人が立ってるっていう景色もすごい綺麗でしたし、まあ、青ですね。空の青と海の青が、また上下にこう、反射し合っていて。ここで、ちょっと作品描いて、この場所で作品を描いている制作過程だったりとか、作品が完成してからその場に置いて撮るインスタレーション作品だったりとかっていうのがこうもうイメージがわーっと湧いてきた、まあ、そんな場所でしたね。今日はひとまずどんな場所だったのかっていうのをちょっと映像で見ていただけたらなと思います。最近ちょっと家にいることも多かったんですけど、やっぱり自然に触れるっていうのはいいですね。なんかこう自然のエネルギーっていうのはやっぱり人間にとってもこう生命エネルギーみたいなものがあるのかなと、なんか単純に思います。この場所に立ってすごいインスピレーションがぐわーっと湧いてきたので、これはもう描くしかないということで、ぜひぜひ楽しみにしていただけたらいいなと思います。そして、アートの旅もですね、いろんな美術館今回って、交渉したりとか、取材したりとかっていうのをしているので、楽しみにしていてください。声が裏返っちゃう、今日はこんな感じで、ゆるゆると終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録もして応援していただけたら嬉しいです。それではまた。